インディペンデンス級2番艦のプリンストン。かつてはアンチ X と一緒に戦っていたわ。なぜここに来ることになったのかはわからないし、まだいろいろ状況がつかめていない。ただ指揮官を一目見た瞬間から信頼できる人だってことは分かった。だからあなたの命令に従うわ。空母プリンストン、ただいま着任したわ。ごめんなさい、まだ少し混乱していて。今どんな状況か説明をお願いできるかしら。空母プリンストン、今日も指揮官の命令のままに。セイレーン、そういう風に呼ばれているの？しかも敵同士。ごめんなさい、聞いちゃいけないことだったかしら。ただわからないことが多くて。サラトガちゃん、尊敬する先輩であるサラトガさんにちゃん付けなんて滅相もないわ。サラトガさんと呼ばせてもらうね。装備がもっとアップデートされていれば戦場でさらなる役目を果たせるかと。指揮官を補佐するのは秘書官の務め。何かお力添えできることは？どうしたの？私の表情がそんなに険しかった？指揮官にふさわしくない行動はやめてください。指揮官、まだ任務が残っているわ。忘れないうちにお願いね。任務完了よ。報酬は物資の備蓄に充てられるわね。指揮官宛ての手紙が来ているわ。早めに確認してね。指揮官、現場の戦況は？応援が必要なら行くわ。指揮官、調子でも悪いのかしら。しばらく休んだ方がいいかもしれないわね。よかったら指揮官の知っている限りの私にまつわることを教えてもらえる？部下としてこういうことを聞くべきじゃないかもしれないけど、どうしても気になってしまって。私はある特別な任務に向かっていた。だけど仲間たちとはぐれて妙なところに囚われて、気づいたらここに。あれからもうこんなに時間が経ってしまったなんて。
指揮官が信頼できる存在だってことは直感で分かったけど、指揮官は行動でもそれを証明してくれたよね。だから遠慮しないで、私の力を心の赴くままに使って。一度誤った選択はもうどうにもならない。だけど正しい道をこのまま歩んでいけば、過去も無意味にならないわ。指揮官、あなたが導いてくれる道を信じているわ。私もあなたと一緒の道を。委託組のみんなが戻ってきたわ。私に手伝えることはないかしら。装備もアップデートしないとね。空母プリンストン、行動開始。作戦がうまくいったわ。指揮官、次の指示を。しくじってしまった。面目ないわ、指揮官。逃しはしない。まだ諦めるわけには。